トリックは、テレビ朝日系列放送の日本の、フィクションテレビドラマシリーズ、または、同ドラマシリーズの映画化作品。シリーズ第一作は2000年7月7日から、放送され、2014年公開の映画、トリック劇場版ラストステージと、スペシャルドラマ、トリック新作スペシャル3で完結した。自称天才マジシャン、山田直子と、日本科学技術大学物理学教授、 上田二郎のコンビが、頂上現象や、奇怪な事件に隠されたトリックを解決していく、ミステリードラマ。ミステリーをアウトラインとした構成は、横溝作品を踏襲した内容が多い。その一方で、全体的に、コメディ要素やパロディ要素、バラエティ番組の要素を取り入れた構成になっており、金曜ロードショーをはじめとした、裏番組などの多曲ネタや、時事ネタ、出演者、 制作スタッフや舞台裏の事情にまつわる楽屋ネタなどの小ネタ、さらにはストーリーには関係のないギャグやおちゃらけ、効果音が随所に挿入され、セリフや視覚、聴覚的効果内に笑わせる演出が多用されているが、その中には伏線になるものも含まれていることがある。第1シリーズから一貫して、なおこ、上田 VS インチキレイの王者という図式を通しているものの、 稀に犯人探しから始まるパターンも存在する。また先日の通り、コメディ要素が全面的に押し出されている反面、犯人が逮捕前に死亡する、事件解決しても、なお被害者が救われないなど、シリアスなバッドエンドも持ち味である。出演者には、芸人やコメディアン、また過去に話題になった、タレント、包みと信仰がある役者が多数起用されている。 基本的には1エピソードには構成である。人間が引き起こす超常現象の種を暴くというスタンスだが、超能力の実在を示唆するエピソードも存在する。主役2人の恋愛要素は思わせぶりな場面はある。ものの、制作サイドの意向で極力排除されている。2000年、2002年に金曜ビシニアの金曜ナイトドラマの枠で放送され、好評だったことから2002年末に映画化され、 ヒットする。その影響から2003年には10から12月期の木曜ドラマ枠でゴールデンに進出し、その後、ブランクを経てトリック新作スペシャルとトリック劇場版2が立て続きに制作され、2005年11月13日に日曜洋画劇場枠で新作スペシャルを放送。2006年6月10日から劇場版2が公開された。 二千九年十一月十二日、トリックの進行式サイトにて、祝。十周年トリック在韓社祭の開催が発表され、同時に三作目の劇場版、劇場版トリックレイノーリー者、バトルロイヤルの公開が明らかとされた。二千十年五月八日の同映画公開に合わせ、二千十年四月九日から五月十四日まで、金曜ナイトドラマの枠で、スピンオフドラマ、警部補、 やべ健三が、2010年5月15日に、土曜ワイド劇場枠で、トリック新作スペシャル2が放送された。2013年7月5日より、警部補、やべ健三の続編、警部補やべ健三さが放送され、2014年1月11日公開の、映画、トリック劇場版ラストステージ及び、同月12日放送の、 日曜エンタスペシャルドラマトリック新作スペシャル3にてシリーズは完結した。ラストステージ発表と同時にさよならトリック祭りの開催が発表された。いずれも東方配給で公開された。テレビドラマ版劇場版その他小説版、漫画版その他の書籍2010年5月13日にコナミデジタルエンタテインメントより ニンテンドー DS 用ソフトトリック DS 版隠し紙の住む館が発売された。オリジナルストーリーの推理アドベンチャーで開発はワークジャム。登場人物はイラストで描写される。なお、ゲーム中の楽曲や効果音はドラマで使われたものを再現している。トリックを解明するための推理は探索や会話によって入手する様々なカードを組み合わせて解明していくものである。 ただし、何の役にも立たないカードや、推理のミスリード目的のものもある。ドラマ版で多用されるパロディメータ古軍や地名などは、ゲームでは特に使われていないが、一部にその要素がある。ゲーム版、ストーリー久々の仕事の依頼で、遊園地でのマジックショーの舞台に立っている、山田直子だが、いつものように雇い主から首にされる。そして、例のごとく、 アパートでは大家に見つかり家賃の催促をされるのかと思いきやいつもと様子が何か違う。なんと、大家が言うには、直子の家賃3ヶ月分をすでに受け取ったとのこと。事態がよくわからない直子は自分の部屋に入ると例のごとく上田二郎が勝手に上がり込んでおり、家賃3ヶ月分を支払ったのは彼の仕業であった。家賃3ヶ月分の肩代わりに、上田は あるテレビ番組の収録に、直子を誘う。直子と、上田は、テレビクルー一行と共に山奥にある、みんな新村を訪れる。ここには入った人間が死んでしまう、呪いの館と噂される、古い屋敷があるという、噂の真偽を確かめるべく館に到着した一行に、待ち受けていたのは、恐ろしい会だった。DS 版の登場人物、ありがとうございます。